CD エンジンとは、ミスサン自動車が1982年から2001年まで生産していた、水冷直列4気筒のディーゼルエンジンシリーズである。CA 型系と同世代のプラズマエンジンシリーズで、先代の LD 型系に変わり、主に横置きで、小型乗用車、商用車、ミニバンに搭載された。SR 型系に相当する世代のディーゼルエンジンが作られなかったため、 年ごとに厳しさを増す自動車排出ガス規制に対応しつつ、末期には電子制御化もされ、長期にわたって生産された。後継はヤードエンジンであるが、日本国内では自動車 NOXPM 法やディーゼル車規制条例の影響で、ディーゼル車市場が縮小したため、2.2L と 2.5L がリリースされたのみである。 それ以下の排気量のディーゼルエンジンは、ルノー製エンジンが供給される。c t 1 7内径工程、84.5mm、88.0mm、CD20CD20ECD20TCD 20、CD 20TCD20TICD20ET 20、20 20 20 CD20H ハットパワフル&、イコナナミックライトウェイトアキュレートサイレントマイティ、アドバンストの略。 C23 型系セレナ及び W30 型系ラルゴのみ立て置き。1.5L はルノー K9K、2.0L はルノー、日産、MQR が後継となっている。ありがとうございます。